みなさん、こんにちは、アイリでーす。今日の福袋ですね。すごいの、すごいの来たの。こちら、スターマックスの福袋でーす。当たったの。そう、3年目かな。もう本当に私、家族のみんなに協力もしてもらったし、今年に限っては、UUUMの皆さんにも協力していただいた。なんですけども、本当にありがたいことに、コクーンが当たった。本当にすごい。スターマックスの福袋って、本当に毎年競争率が激しくて、もう今年の絶対無理だろうなと思ってたんですけど、まさかのまさかの、ココさんもう全部運使い切ったね。ということで、はい、早速開封していきたいと思います。よかったらご覧ください。それでは、スタート。私は福袋ずっと応募してたとはいえ、実はスターバックスの福袋の中に何が入ってるかっていうのはちゃんとリサーチしてなくて、開けるワクワク感を大事にしたいっていうのもありまして、全然ね、リサーチしてないので、ちょっと中身すっごく気になります。はい、ではオープン。じゃん、じゃーん。わー、スタバだ。しっかりしたトート入ってる。私今日あえてスタバ色で臨んでおりますので。はい。ということで、こちらスタバの福袋なんですけど、お値段が税込み7500円です。この一つ一つ見ていきたいと思います。見ずに、ちょっと手探りで取ってきますね。まず一つ目、ちょっと大物そうなもの。こちら！マイタブラで新年を始めよう。ちょっと開けてみます。うわぁ、うわ、カラフル、カラフルなタンブラーが出てきた。すごい、かわいい。なんか、なんていうんでしょう、虹色で、二重みたい。すごい、かわいいタンブラーが入ってました。全体的にこのクリーム色なのもかわいい。これあれですかね、福袋用に作られたデザインなのかな。あ、かわいい。これって毎年入ってるんですか。そしたら、去年とか一昨年とかのこのタンブラーのデザインが気になる。あ、嬉しい。私タンブラー持ってなかったんですよ、スタバの。あ、これ持って、スタバ行こう。上に開けるパターンですよね。わー、しっかりしてるわー、作りが。作りがしっかりしてるな。あ、ちょっと硬い。ちょっと硬いな、これ。よいしょ。よいしょー、硬い。で、こんな感じで。あれ、なんか入ってる。取れないな。ちょっと待って、すっごい多くないでしょ。こういってればいいか。いや、もう出てくる気配ないんだよな。ちょっと、どうやって取ろうかな。これで、ちょっと、あれ、なんだこれ。あ、気になる。あ、取り出せない、取り出せないんだけど、中が入ってる。これ取れる。はい、いろんな柵を使って今ここまで来ました。これがなんだろう、これ締め飾りみたいなもんかな。お正月だから？なんだろう。何？これ何？これ何？あ、ストローじゃない。ストロー？これの？あ、そういうこと？こうやってここにこうやって入れられる？なるほど。こうやって入れて飲めるんだ。へえ、ちょっと私ストローはね、この中が洗えないのがちょっと気になるんですよね。そうなので多分このまま使うんじゃないかなと思ってるんですけど、ご丁寧にストロー付きでした。へえ、でストローごとしまえるっていうのもね、すごいいいですね。はい、ということで、まず一つ目はタンブラーでした。ちょっとこのタンブラーですごい、すいません、長々と説明しちゃった。次はじゃん、あ、猫ちゃん、猫ちゃんの、なんだろう、何これ、なんだろうな。あ、でも嬉しい。すごくなんか猫ちゃん嬉しい。猫ちゃんテンション上がる。かわいい。開けると、あ、モカ、モカがめちゃくちゃ入ってる。これが12パック入ってます。モカコーヒーが入ってる。おしゃれ。使い終わった後も何かに使えそうと思って、嬉しい。なんか猫ちゃん嬉しい。はい、次行きます。次はこちら。あれ、なんかまたタンブラー的なものが入ってた。これはめけ、魔法瓶って書いてあります。じゃん、ハンディステンレスボトル。こんな感じで、スターバックスのフラペチーノ三昧のデザインが、あ、さっきのマイタンブラーと比べて、なんか高性能な感じ。この辺とかすごく性能がいいですね。で、ここも開くのか。
おお、なるほどなるほど。やっぱしっかりしてるわ。やっぱりスタバのこういうなんかタンブラー系ほんとしっかりしてますね。全体的に好みのデザインではないけれど可愛いと思います。そう、正直に、今日も正直に言いますよ。タンブラーと水筒が一つずつ入ってるっていう時点でもう結構ボリューミーですよね。わー、でもすごいすごい。次はわあ、コーヒーの粉です。豆じゃなくて粉が入ってました。パイクプレイスロースト。ちょっとどんな感じかっていうのは、ココアやいったナッツのようなほのかな香ばしさにバランスの取れた滑らかな口当たりが特徴って書いてあります。ああ、これ嬉しい。タリーズに引き続き、コクンは最近コーヒーにハマってるので、すごく嬉しいと思います。次は、じゃん。おー、スターバックスのジュートランチバッグ。なんかおしゃれ。あ、ここマジックテープだ。あ、すごい。結構なしっかりの。こんな、あ、素晴らしい。なんか、保温っていうんですか、保冷っていうんですか、ちゃんとあの、銀のシートが施されてる。こういうのって、スタバに売ってるんですかね。あの、タンブラーとか、マグカップとか売ってるのは知ってるんですけど、こういうの売ってないですよね。多分これはもう福袋ならではなんですよね、きっと。ピクニック行けるじゃん。行くピクニック。はい、また暖かくなったら行きたいですね。ということで、ああ、最後かなと思ったんですけど、まだ入ってた。ちょっと、これ外れちゃってた。ごめんなさい、これが、こうなってたみたいです。そう、私これが外れちゃってたので、何が入ってるのか最初わからなかったんですけど、ここにちゃんと書いてあった。コーヒーエッセンスモカって書いてありました。次は、こちらです。コーヒー豆引き換えカード。へぇー、お好きなコーヒー豆 250g とお引き換えいただけますって書いてあります。コーヒー豆と交換ができて、さらにそのコーヒー豆を引いていただけるみたい。スタバのコーヒー豆も結構いいお値段すると思うんですよ。なので、いいと思います。いいと思いますってなんだろう、あると思いますみたいになっちゃって。次が最後です。最後が、こちら。今年は多分この2021年はこのデザインなんでしょうね。この虹色の。こちらが、スターバックスのドリンクチケット6枚入り。お好きなドリンク1杯で引き換えできるドリンクチケットセットって書いてあります。こちらが今年の6月27日まで半年あるからもうすぐ飲んじゃう。しょっちゅう来んですよ、私。スタバ。お好きなドリンクって、ほんと何でもいいの？フラペチーノ系もいけちゃう？いけちゃう？あ、なるほど、なるほど。610円までだったら、これで飲める。610円超える場合は、超えた金額お支払いなんですけど、610円って、まあまあ、まあまあ飲めますよね。こんな感じで、いろんなデザインの、スタバのチケットが入ってました。いやー、これもすごい。これ610円だもんね。610円が6杯っていうことは、もうこれだけで3660円。すごくないですか？タンブラーも結構いいお値段しますもんね。わー、スタバお得。これはね、競争率激しいの当たり前かも。なんかすごくお得な感じがして、ほっこりしてる私の心も。まあ、もちろんね、タンブラーは持ってる方たくさんいらっしゃるかもしれないし、自分がね、いいなって思うタンブラーのデザインじゃないかもしれない。そう、私みたいに。なんですけど、こうお値段的にこう考えると、本当にお得な福袋だと思います。タンブラー使うわ、これ。これ、うん、これ使うよ。あ、コクンこれ使うそうです。はい、ちなみになんですけども、こちら、縫製チェック行きたいと思います。行ってきます。綺麗。うん、しっかりしてます。ところどころ、ちょっと糸が出ちゃってるところはあるんですけど、でも、本当にしっかりしてる。生地もしっかりしてるので、そうでね、ここにポケットが3つあるっていうのもいいですよね。もしかしたらこういうのも入れられるのかな？入れられる。そう、こういう水筒とか入れられる場所があって、いいですね。はい、ということで、今日は初めて買えたスターバックスの福袋を開封しました。やっぱりお得ですね。人気なのがわかる。これだったら毎年応募しちゃおうって思いました、私。もうこれ毎年毎年、家族総出で申し込んでも当たらないから、本当に当たった方はラッキーなんだと思います。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。なんかこのデザイン私好きです。なんかちょっとこう未来になんか虹を分け与えるみたいな、なんかねすごくカラフルだし、なんかちょっと希望を持てるようなデザインだなと思いました。